モモコです。自分と向き合うことの意味についてお話をします。自分と向き合うことの意味、これをね、結論から言ってしまうと、自分の幸せのためですね。じゃあ自分と向き合うと、なんでその自分の幸せにつながるのかっていうと、自分と向き合うって自分を知るっていうことなんですね。で、自分を知るっていうことは、自分の好きとか喜びとか、どんな時に幸せを感じるかってことを知っていくってことなんですね。好きな食べ物とか、好きな音楽、何をしてる時が落ち着くかとか、まあ、何に感動するか、何が楽しいか、人から何をしてもらったら嬉しいとか、誰と一緒にいたいとか、どんな時に幸せを感じるか、これってもう人それぞれみんな違うんですね。全く一緒っていう人なんて一人もいない。だから自分の好きや喜びや幸せ、これって全部自分の中にあるものなんですね。同じように自分の本当は嫌なこととか、これをされたら悲しいか、本当はやりたくないこととか、どんな時に寂しくなるのかとか、どんな時に不安を感じるのかっていうのも人それぞれみんな違うんですね。自分の嫌いも悲しみも寂しさも全部自分の中にあるものです。自分がどんな時に嬉しくなって、どんな時に悲しくなって、どんな時に喜びが溢れて、どんな時に寂しくなって、どんな時に感動して、どんな時に苦しくなって、どんな時に心から笑えて、どんな時に幸せを感じるのか。それは全部自分の中にあるんだよね。例えば仕事とか恋愛とか、まあ人間関係とかでもね、あなたがどうなったらうまくいったと感じて、どうなったら嫌だと感じるのかは、私はわからないんですよね。だってあなたのことだから、自分のことは自分しかわからないからね。だからどれが正しい選択かとか間違いかっていうことじゃなくて、大切なのはあなたが何を望んでて、どうなったら嬉しくて、どうなったら悲しくて、どうなったら怖いのか、それをあなた自身が自分のことをね、どれだけ知ってあげられているかっていうことが何よりも重要なんですね。よくね、自分を知るとか自分と向き合うっていうのを怖いとか痛みとか試練みたいにね、感じている人って多いと思うんですけど、だその状態で自分を知るのは怖いです。だけど幸せになりたいんですって言ってるのって、どんな状態かって噛み砕いて説明すると、私は自分がどんな時に幸せを感じるのかは知りません。でも幸せになりたいんです。でも自分を知るのは怖いから嫌なんです。私はどうしたら幸せになれますか？って聞いてきてるのと同じっていうことなんですね。もしそれ聞かれたら、あなた聞かれた立場だったらどう思います？ぶっちゃけ知らんがなっていう感じですよね。まあそれにね、自分を知るのが怖いってよく聞くけど、私からしてみればね、自分の好きも嫌いも、喜びも悲しみも感動も、幸せも何もわからないまんまで、誰かの幸せ真似して、不満を隠して我慢して、仕方がないって諦めて、なんとなく満たされたふりして、なんとなく生きて、なんとなく死んでいく。私はこっちの方がよっぽど怖いし嫌だよね。だからね、自分のことをね、もっと知ってあげてほしいです。自分を知ってあげるって、自分を大切にしてあげるってことにもつながってるのでね。もし自分自身のことだと、大切にするとかしてあげるっていう感覚がね、いまいちよくわからないっていう人は、好きな人のことを想像してみてほしいんですね。好きな人ができると、その人のこともっと知りたくなるじゃないですか。何が好きで、何に感動して、何をしたら喜んでくれるかなって。その人の好きなこととか趣味はもっと知りたいって思うじゃないですか。悲しませたりとかもしたくないから、嫌なことはなるべくしないであげたいとか、悲しませるようなことはしないでおこうっていうのも思うでしょ？プレゼントをあげるとかにしたって、何をあげたら喜んでくれるのかなとか、その人のね、好きなものとか欲しいものを聞いたり、その人のことをね、思っていっぱい考えたりするじゃないですか。それを自分にもしてあげるっていうだけのことなんですね。好きな人に喜んでもらいたい。イコール、そこの好きな人の部分を自分に置き換えて、自分に喜んでもらいたい。何が好きで、何に感動して、どんな時に嬉しくなって、どんな時に幸せを感じるのかな
って。まあだからもうシンプルに言っちゃえば、自分にもっと興味持ってあげてってことですね。だから自分と向き合うって全然怖いことって思わなくて大丈夫なんです。むしろね、怖いとか痛みって感じるんだったら、それすらも自分を知るためのサインなんですね。なんで怖いと感じるのか、なんで痛みって思うのか、そこにもね、大切な自分がいるのでね。生まれた時からずっと一緒にいる大切で愛おしい自分。自分を幸せに導いてくれる自分という唯一無二の存在。いっぱい自分を知っていきましょう。知ってあげましょう。もっともっと自分に興味を持ちましょう。もう本当ね、それっていいことしかないです。自分のことを知れば知るほど、もうね、うまくしかいかないです。だからね、自分のことをたくさん知ってあげて、自分のことをいっぱい大切にしてあげて、よしよしってしてあげて、ありがとうって感謝をたくさん伝えてあげてね、自分をもっともっと幸せに導いていってあげましょうね。というわけで、自分と向き合うことの意味についてのお話でした。今日もありがとう、もこでした。またねー。